皆さんこんにちは。2024年4月11日、元横綱のあけぼの太郎さんが54歳で亡くなったことが分かりました。心不全が原因だったようです。告別式は家族のみの密葬で行われるということです。あけぼのさんは1969年5月8日ハワイ・ホアフ島で生まれました。本名はチャド・ローウェンといいます。日本国籍を取得したのは1995年のことです。ハワイ・パシフィック大学を中退後、1988年春場所に初土俵を踏みました。203センチという長身を生かした突き押しが武器で、同期入門の貴乃花、若乃花とともに花の平成三羽ガラスと呼ばれ人気を博しました。中でも貴乃花とは新十両、新入幕、新三役とライバルとしてしのぎを削りました。序ノ口からわずか18場所で新大関、そして1993年初場所外国出身力士としては初となる第64代横綱に昇進しました。横綱昇進後も勢いは止まらず、1998年の初場所まで9場所連続2桁勝利をマーク。1999年九州場所での15全勝を含め通算10回の優勝を果たしました。一方で1994年に発症した両膝の靭帯損傷など怪我に泣かされた時期もありました。それでもあけぼのさんはただひたすらに強くあり続けました。2001年初場所を最後に現役を引退。その後はプロレスラーや総合格闘家に転身し、ファンを魅了し続けました。あけぼのさんは7年前の2017年に急性心不全のため入院し、それ以来闘病生活を続けていました。昨年までは東京近郊の病院に入院していたということです。入院中の2017年当時、プロレスの試合に出場後体の不調を訴えていました。試合を終えて戻った福岡のホテルで胸を刺すような痛みを感じ、翌朝自力で病院へ向かうと、その場で心機能が停止する緊急事態に陥りました。電気ショックと心臓マッサージで蘇生しましたが、心臓が37分間停止していたため重度の記憶障害に。病気の影響で210キロあった体重が140キロまで減り、記憶障害に陥って会話もおぼつかず、食事も着替えもままならない状態でした。大相撲で横綱まで昇進し、プロレスでは三冠ベルトを巻いた男が座るどころか枕から首を上げることさえできない状態でした。足や手を動かすことから始め、軽いダンベルで筋力をつけ、小さなボールを握って握力をつける地道なリハビリが続きました。車椅子は動かせるようになったものの、自力での乗り降りはできず、立つこともできない状態が続いていました。それでも医師とのやり取りでは遠い側面のユーモアを見せるなど、頭の回転は健在のようでした。ベルト取れるように頑張りますと語り、リハビリ用ジャージーの胸に書かれたあけぼの道の文字を胸に懸命にリハビリに取り組んでいたそうです。一時は心臓が37分間停止し、全身チューブだらけで意識不明の重体に。クリスティーン・レイコ夫人は泣きましたねと当時を振り返ります。記憶障害のため会話もおぼつかない状態で、長男と次男のことを弟たちだと思ってたほどだったとか。食事は夫人が食べ物を砕いて食べさせ、移動は寝たままベッドごと行うような状態でした。立ち上がるには4人がかりでベルトに吊るす必要があり、足は骨が浮いて見えるほど細くなり、歩くという動作さえ忘れてしまっていたそうです。そんなあけぼのは米国ハワイ出身で、平成の大横綱と呼ばれた貴乃花の前にライバルとして立ちふさがり、土俵を沸かせました。初土俵を踏んだのは1988年の春場所のことでした。その2年後の秋場所で新入幕を果たします。身長2メートル3センチ、233キロの体格を生かした取り口で勝ち星を重ね、1993年の初場所後に横綱昇進、幕内の優勝は11回を数えました。同期のライバルが若鷹だったので、1988年昭和63年が初土俵の新弟子たちは花の六三組と呼ばれ、95人のうち11人が関取になりました。そのうちあけぼの、貴乃花、若乃花は横綱に、海は現浅香山親方が大関となりました。他にも若乃山、
力王、スタの海などがいました。当時の幕内の土俵には他にもハワイ勢として小錦、武蔵丸、現武蔵川親方大と、ハワイ勢と若鷹や秋の島、現高田川親方、高遠力などの藤島軍団、後の双子山軍団がガチンコでぶつかりました。北の海や二代目若の花の花の日八組、小錦、北羽黒、北東海、現八角親方の花の三八組がありますが、最強と言われるのが花の六三組です。兄弟横綱の若鷹と曙が数々の名勝負を繰り広げ、1992年の9月場所から1994年の5月場所まで曙との3人で約2年間優勝を独占したこともあります。その間の空前の大相撲ブームを支えてました。ライバルの死を受けて貴乃花光司氏は文書でこうコメントを出しました。哀悼の意を表します。数々の戦いの思い出がありますが、相撲教習所に半年間通った頃の稽古の思い出が出てきます。土俵は3つあり、130名ほどで A 土俵 B、C と分かれます。私たちは A 土俵において武田家しく取り組みに励みました。ハワイ諸島から来日し、今日に至るまで日本の文化を感じて幾多の苦労があったかと思います。ハワイ巡業の際には地元ご家族も来ており、温和な挨拶を交わしたことは新しい記憶のように思い出しています。百節不当の人生観だったと思いますが、これからは身を楽にして安らかに。第65代横綱貴乃花光司、元横綱の曙太郎さんの訃報を受けて、生前に親交のあった著名人の方々がお悔やみのコメントを発表しています。次に訃報コメントをご紹介していきます。曙さんの現役時代にライバルとして相撲界を盛り上げた元横綱若乃花の花田勝さんは、自身のブログでコメントを発表。ライバルであり友であり、苦楽を共にした仲間が旅立ちました。突然のことに送り出す言葉が全く見つかりません。お互い協会から離れて頑張ってきたけれど、離れていてもいつも心にいました。切磋琢磨してライバルとして戦ってきた分、愛情も深く言葉では言い表せないものがあります。また会いたい気持ちが強く、年を取ったらハワイの木の下で同期生みんなで会おうと曙と話していた。その約束も果たせず、ただただ寂しいです。ゆっくり待ってて、ハワイの木の下でまた会おうね、会いに行くね、と綴っています。続いて、曙さんが大相撲の引退後に転身したプロレス界から、武藤圭司さんが自身の SNS でコメントを発表。長い闘病生活の末に曙選手がお亡くなりになりました。大相撲からプロレス界へ、真摯に向き合う姿勢にプロレスラブを感じた人でした。俺の引退前に今一度戦いたかった思いもありましたが、可能いませんでした。横綱、ゆっくりと休んでください。心よりご冥福をお祈りいたします、と綴っています。そして、曙さんがタレントとして活躍していた頃に、仕事で共演していた鍋谷寛さんが自身の SNS でコメントを発表。曙さんが亡くなられた。曙さんとパチンコ営業に何度も行ったな。曙さんから、夜間が横にいると肘の背になって便利なんだよ、と重宝された。膝が悪かったので俺の頭が役に立っていたのだ。また一緒にお仕事したかったな。曙さんのご冥福をお祈りします、と綴っています。一方で、新日本プロレスの永田裕二さんも自身の X、旧 Twitter で曙さんを追悼。横綱とはプロレス入りされてお会いしてからとても仲良くさせていただきました。私の自主興行東金大会のメインでタッグを組ませていただいたのはとても素晴らしい思い出です、と振り返っています。さらに、曙さんのことをチャドと本名で呼んでいたといいます。タレントのデーブ・スペクターは、ご家族も素敵でいつもハワイの太陽より明るかった。断髪式でちょんまげまで切ろうと迷惑もかけました、と X に投稿。ギャグを言い合ったり、横綱でもいつもチャドでした、と語り、ハワイ語で天国の涙、ご冥福をお祈りします、と追悼していました。元横綱朝青龍が自身の X を更新し、お悔やみ申し上げます。第64代横綱曙様、言葉になりません。母国モンゴルにもう一緒させて最高の思い出です。横綱がまた引退する前に語ったことがあります。
あけぼのさんに私から横綱私早く幕の内上がって横綱土俵入りの太刀持ちやりたいです。また引退しないでくださいと言葉が忘れない。残念ながら幕内上がる前場所で引退することになりました。たくさんのエンジョイタイム坊ちゃんでした。ドルジ、男の焼きもち女よりきついぞ、言葉忘れません。また青い海で会いましょう横綱。横綱から覚えたソングです。原文ママと独特の言葉でいかんだ。大相撲の大関豊昇龍が11日、静岡県御殿場市で行われた春巡業に参加しました。この日54歳で亡くなった第64代横綱あけぼののあけぼの太郎さんを追悼した。豊昇龍は3から4歳の頃、当時現役だった叔父の元横綱朝青龍と共にモンゴルを訪れたあけぼのさんに会ったことがあるという。でかかったな、自分はまだ子供だったのですと当時を回想した。叔父の朝青龍はあけぼのと同じ高砂一門で、幕下時代から胸を出してもらうなど特に可愛がってもらっていたといいます。あけぼのの現役引退時、2001年1月に1歳8ヶ月だった豊昇龍はもちろんリアルタイムでは見ていませんが、その偉大さは後におじから聞いていました。すごい横綱でしたね、おじさんがすごく尊敬していた方なので、亡くなったと聞いてびっくりです。ゆかりのある各界の大先輩を忍びました。訃報を受け公私ともに親交のあったお笑いコンビしずるの村上純さんが自身の SNS を更新。あけぼの太郎というお方は本当に優しくてユーモアがあって、体以上に器も心もでっかい人で、というコメントとともビールを片手に微笑むチャーミングなあけぼのさんの写真を投稿しました。さらに親密なツーショット写真も投稿。各界のことはよくわかりませんが、太郎ちゃんなんて呼ばせてくれる横綱なんてなかなかいないのではないでしょうか。僕にとってずっと天下の大横綱です、とその死を悼みました。あけぼのさんの若手の頃を知る日本相撲協会の八角理事長元横綱北斗海はよく稽古をしていた、熱心だったし強かった、何度も転がされてももう一丁と自ら言ってやっていたと振り返りました。外国出身の力士はまだ多くなかった時代、未経験ながらも真摯に相撲と向き合ったからこそ異文化の中でも横綱に昇進できた、とコメントしました。弟弟子にあたる東関親方、元小結高見盛りは残念だし悲しいと言葉を絞り出しました。東関部屋に入門したのはあけぼのさんが引退する2年ほど前。自分は昇進者で臆病者だったが、いろいろなアドバイスで少しずつ自信をつけてくれた。横綱としての威厳だけでなく溢れる優しさも胸に刻まれている。綾小路翔さんはあけぼのの訃報を受け、あけぼのさんとはかつてのバンド仲間でした。プライベートでお会いしたのは一度だけでしたが、朝青龍さんと男3人で亀しずくを13個飲み干すという伝説の夜を思い出しました。あの日の出来事は自分にとっての数少ない武勇伝となっております。さらば偉大なる横綱、いつかまた一緒に酒を酌み交わす日まで、合唱ポエックスでコメントしました。大相撲の大関琴ノ若26佐渡ヶ嶽部屋が11日、静岡県御殿場市で行われた春巡業に参加しました。この日54歳で亡くなった第64代横綱あけぼののあけぼの太郎さんを追悼しました。琴ノ若の父で師匠の佐渡ヶ嶽親方、元関脇初代琴ノ若は現役時代あけぼのさんと幕内で25回対戦しており、金星を挙げたこともあります。その縁で琴ノ若は幼い頃から交流があり、生後2ヶ月の頃に当時の横綱あけぼのに抱っこしてもらったこともあると言います。大きいイメージしかない、父より大きい人はなかなかいなかったので、と幼少期の記憶を懐かしみました。その後も家族ぐるみで付き合いは続き、自身が関取に昇進した時にはあけぼのさんの家族を通じて着物をいただいた。さすがに大きいので着立て直してあけぼのさんが使っていたものを着させてもらっています。家族との交流はあるが、物心ついてからあけぼの本人と直接話したことはない。もう一回ちゃんとお話してこの姿を見せたかったです。惜しい人を亡くしました。
神妙な面持ちで言葉を紡ぎました。訃報を聞いたのはこの日の稽古後、びっくりしました。まさかですよね。幼い頃から交流のあった横綱をしのび、良い報告が届けられるようにと自身のさらなる活躍を誓いました。あけぼのさんの格闘技時代に打撃のコーチを務め、プロレス時代に2015年3月20日に後楽園ホールでシングルマッチで対戦した。初代タイガーマスクの佐山悟は訃報に接し、大きくて大変優しい人でしたと振り返り、非常に残念な思いですと追悼しました。米国ハワイ出身のあけぼの太郎さんが54歳で心不全のため亡くなっていたことについて、同じハワイ出身の武蔵川親方、元横綱武蔵丸は11日同部屋のインスタグラムを更新、今はショックな気持ちが大きいです、心からご冥福をお祈りいたします、センキューブラダーと記しました。最後のブラダーとは仲間、親友の意味があります。ハワイ巡業で小錦らと共に撮った写真も掲載しました。現役時代は貴乃花、若乃花らと共にしのぎを削ってきました。1999年夏場所後に横綱昇進すると、よく名古屋場所からは曙、貴乃花、若乃花と共に4横綱時代を過ごしました。異国で苦労して頂点に立った2歳上の先輩の死は受け止められない様子でした。最後に曙が残した名言をいくつか紹介したいと思います。相撲は自分との戦い、自分に負けたら終わりだ、横綱はもう勝つしかねえ、勝たなきゃいけねえんだよ、俺は曙太郎だ、曙としてこの世に生を受けた、曙として生き、曙として死ぬ、シンプルながら力強い言葉は曙の生き様そのもの、私たちの心に深く刻まれることでしょう。生前の曙の姿を振り返ってみると、常にまっすぐに全力で生きる男の姿がありました。ハワイの海で鍛えられた肉体と日本の土俵で培われた精神、あけぼのという名のもとに2つの文化が見事に融合していたのです。あけぼのが残した功績は計り知れません。外国人力士の道を切り開き、大相撲の国際化に大きく貢献しました。また横綱としての強さはもちろん、土俵下での品格ある立ち振る舞いは横綱のあるべき姿を示したと言えるでしょう。若い力士たちにとって曙は永遠のヒーローであり続けるに違いありません。曙魂はこれからも語り継がれていくことでしょう。長い闘病生活の末の訃報に多くのファンが悲しみに暮れています。しかし曙が残してくれたものは決して色あせることはありません。曙が切り開いた道を今を生きる私たちが引き継いでいく、それが曙に捧げる最高の手向けになるのではないでしょうか。約束通り両国の土俵で、そしてリングの上で、いつの日か再び曙に会える日を楽しみにしています。本日は曙太郎さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。